ダリサの食べちんネゴロババトル。さあということでね、はい、始まりました、はい、ジャンマリさんとダウニー様のコラボレーション企画第4弾ということで来ましたね。今日はですね、はい、東京都品川区にあります超有料店、いや超超有料店、はい、おいぬい東京東口店に来ております。よいしょ、お願いします。何を隠そうこの店、はい、俺の店やね。今日はですね、はい、最初にね、ルールをちょっとおさらいしたいと思います。お願いします。これ実はですね、ダウニーサーブエースジャンバリチームがね、はい、第4回戦過去に3回やってて、そのトータルポイント数でどっちが勝つかという、なるほど、私でね行ってまいりましたよ、はい、で今のところおいに言うと、あ、ごめんなさい、ダウニーサーブチームが39ポイントリードと、はい、いうところで、最終戦はですね、私、はい、ダウニーサーの店なので、ダウニーサーブチームはね、はい、代打を用意しております。なるほど。まずはね、そちらの代打の彼から紹介したいと思います。ちょっと自己紹介からいいですか。はい、お願いします。どうも、辻です。辻さん、何やってる人なの。今一般人ですね。おー、2位とかや。あ、なるほど、なるほどね。最初に、うん、酒パワーの、はい、ウィークリーダウニーで一番最初の MC を、おー、あの人気番組、あの人気番組、あの超超人気番組。あー、知ってる知ってる。横にいるそこの綺麗な方誰ですか。あ、ジャンマリ .tv のゼガールズニーナです。よっしゃ、ニーナちゃん来たー。いやー、もうちょっと俺ニーナさん応援するわ。なんでや、ね、今日はどう考えてもニーナさん推しでしょ。そうやな。いやいや、ここアウェーじゃねえかよ。そうそうそう、だいぶだいぶ。ということでこの二人にね、はい、今日は見た目大学生のニートと、待て待て、綺麗な綺麗なニーナさんにやってもらうということでね、はい、頑張ってもらいたいと思うんですけども、はい、今日もね、ルールはいつも通り、はい、ビッグで3ポイント3ポイント、レギュラーで1ポイント1ポイント、そしてプレミアムを伴うビッグで5ポイント、5ポイント、プレゼントさせていただきます。おい、プレミアム、あ、プレミアムに関しては両者気づかなかった場合は、はいはい、無効になります。え、しかしながら今日はですね、司会席に私ダウニー沢がいるので辻君を応援します。おお、ありがとうございます。そしてもう一人わけわかんねえな、顔色悪いですよね。ちょっと待って、ふざけんなよ、それ応援するとかよ。ちょっとね、ちょっといきなり温度高いから抑えてって、うん、ちょっと自己紹介して、7時間あるから。え、ジャンバリライタージューシー伊達ですよ。はい、で僕はすでにダウニーさんとこの戦いの死闘を2回やってきたんですよ、うん、はい、で、まあ、え、その話長いっすか。長いよ、ここでやろう。話が長いが最終戦なんで、はい、まあ、ニーナさんと、大学生ニート2人かかってるんで、僕ら2人は、はい、今回は応援すると。ニーナさんはね、安心していつも通り打っていただきたいなと思います。じゃあ早速いきたいと思います。じゃあ私の店なんで、私からね、あ、お願いします。321キャッチザドリームでスタートしたいと思います。はい、ジューシーやれよ。はい、いきます。それではスタート、321キャッチザドリーム。よし、あ、今のいいね、キャッチャードリームね。あー、いいですね。ちなみにニーナさんは、はい、前回ね、一緒に打って以来またドールを打ってます、はい、打ってないです。あ、全く打ってない。はい、ストレートだな。なんか、打つ機会があんまなくて、うん、あ、そうだよね。おー、早い、すごい、早い、待て待て待て、ニーナちゃん、早い。いや、ニーナさん、いいよ、キャッチ20回転で、いいよ。え、これって今のプレミアではない。これパネル消えてるんですけど、あ、それは毎回消えますね。消えますよね。はい、おお、にわかか、おい、ジャンバリー。いや、問題ないよ、俺がフォローするから。いいっすね、立ち上がりいいよ。おお、ちなみに、はいはい、あ、そうか、2人はまだじゃあほとんど打ったことないってことですね。はい、打ったことないですよ。あ、声割れてますよ。本当ですか。あ、今やってもらいます。あ、ちなみにニーナさんに質問があるんですけど、はい、ジューシー伊達って知ってます。あ、あの、それなんかいつも思ってたんですけど、はい、ジューシー伊達って誰なんですか。あ、そうだ、ね、ありがとうございます。ニーナさん知らないよね。ありがとう、ニーナ。お、あ、来ましたね。あ、いいよ、つしくん、いいよ、行ってみようか。あ、よかった、イエーイ。ね、つしくん、キャッチャードリーム言ってくれる。キャッチャードリームあ、ちょっとジャンバリさんの方から質問来たんでいいですか。はい、寿司さんは普段何の仕事されてるんですか。あ、僕今会計事務所にいるんですよ。あ、会計事務所の、そうそうそう、ジューシーさん、おお、やべえ、ニーナさん、ニーナさん、はい、よく見て、これなんか光り方違いますよね。おーっと、来た。え、光り方違う、光り方が違う。ちょっと待って、これ間違ったらゼロですから、ね、いいっすよ、いいっすよ。そういうことあんの、そういうことあんの。いや、俺がルールだから。ニーナさん、それ何ですか。なんていうの。さあ、これなんていうの、現場サイド初心者2人で分かりますあ、いいです、じゃあ今回はいいです、プレミアムです。プレミアム、おー、これ、マジか、イエーイ、すげー、はい、キャッチャドリーム。あ、沢さん、ニーナさん笑ってないよ。ちょ、ごめんなさい、ニーナさん笑ってもらっていいですかね。
あ、よかったよかった。イーナさん可愛い。可愛くないです。いきなりプレミアム出すの最高。今、数少ないジューシーファンがですね、はい、来てくれたんで。おお、日本全国に6人しかいないファンの中のうちの1人。そうですね、最近ね、6人から9人に増えたんで。マジっすか。はい、あ、すごいじゃん。ありがたいことにダウニーパワーっすよ、これはもう。いやいやいや、そんなこと言っとらんや。いやいや、大丈夫か。一言も言ってなかったね。おお、やべ、そっちか、こっちか、そっちなのか。あー、でも今のは、あー、でも滑っとったか。おー、いいよいいよ、いいね、リーナさん。レギュラーいただきました。いいっすね。さあ、ということで、なんと7ポイント。あ、素晴らしい。早いよ、これちょっと面白くなってきましたよ、ダウニーさん。ちょっと危ないんじゃない。いやでもいいね、ニーナ。俺、やられるんじゃない。やってやるよ。うん、ニーナさん、もっとやってくれ。やだー。やなのかよ。押したり引いたり大変だな、ジューシーみたいに。大変ですよ。おー、寿司君、キャッチャードリームね。はーい、よっ。おー、キャッチャードリーム。オッケー。ということで、寿司君は今1ポイントから4ポイントということで、いい感じですよ、2人とも。いい感じですね。うん、競ってた。ということでね、ご視聴いただいてる皆さんもぜひ打ち手のね、はい、特にニーナさんに対する、はい、ご質問などあったらいつでもね、コメントしてくれれば。何でも聞いてください。ちょっと聞きづらい。待て待て、こっちはどうした。こっちは、あ、寿司君、寿司君の、まあ、寿司君、ニートの過ごし方とか聞きたけどね。あ、それ大事ね。確かにね。日々ね、精神を強く持つことが大事。すいません。おお、いいね、これビッグでしょうね。マジ、おー、レギュラー。これでレギュラーがあるから、また通る面白いね。これでレギュラーがあるから面白いんですよね。なるほどね。ジューシーに枠で漢字教えたりしてますが、ファンではありませんということで。すごいやん、いつも一緒に楽しんでますやん。ファンではない。すごいな、ギリファンではない。いや、みんなツンデレやから。あ、ツンデレな、そやな、ツンデレやから。あとこれ、どちらかが勝利するかっていうのもね、番組説明欄の方にメール応募フォームがあるはずなんで、応募フォームで応募してください。はい、そこからニーナさんとか寿司くんとか書いてくれて、当たったらね、当たりますね、キャッチャドリーム。これビッグやな、確実ビッグ。ビッグ、いや、ビッグ、絶対ビッグ。レギュラーやろ、絶対ビッグ。本当やろ、一個の、おい、キャッチャドリーム。いいですね、簡単やな。さあ、ということで、いい勝負ですよ。7ポイント対8ポイント。そうですね、だいぶいい勝負ですね。いい勝負ですね。今のは左リール、このブランクですね、バーズから、はい、あれがもう、枠内から枠下まで滑ってたんで、あれはビッグ確定になります。おー、はい、実況っぽいですよ、見てますよ、見とるよ。さすが、よく控えに回すね。だいぶ調子いいですよね、出だし。そうですね、いや、いいっすね。あ、寿司さん何歳ですか。僕今26ですね。あ、若い。もう若く見えるな。ニーナさんで年聞いてもいいんですか。あ、大丈夫ですよ。31です。31、え、ってことは澤さんと同いでしょ。いや、僕こっと1個下です。澤さん33。俺58年59。あ、俺と一緒ってこと。いや、私多分ジューシーさんと一緒です。あ、そういうことね。そうそうそう、澤、はい、さんが1個上。はいはい、はい、そうそうそう。おお、まあまあ変わらんね。変わんないですね。うん、今日は多いはマタドル以外は打たない方がいい感じですか、ジューシーさん。いや、多分ね、そんなことないですよ。僕前日に、お店の方来てるんで見たんですけど、はい、各所にそれっぽい台は多数ありましたね。ありがとうございます。今日はまだ見てないんで何ともすけど。なるほど、ということで昨日はありました。確かにキャッチャードリームということで、キャッチャードリームじゃないですか、多分。あ、いいっすね。なんとですね、今なんと8ポイント台、8ポイント。いやー、今から来たらな、タイガーマスクでしょ。パチンコね。あ、パチンコ。今週だってツイッター三昧タイガーマスクでしたよね。そうですね。あ、そうですね。結構ね、面白そうなスペックなんで、はい、気にはなりますね。でもあれだよね、今日さ、ほら、ジャンバリチームの二人なんですけど、はい、あー、うわー、すっげー、見てこれ、超綺麗リプレイ。これはジューシーさん、何ですか、ビッグ化け。いや、わかんないですね、これは両方あるんじゃないですか。化けだよ、化けだよ。両方あった。両方ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、ニーナさん9ポイント。はい、ありがとうございます。いいで
ですよ。でちょっと話戻しますけど、はい、ジャンバリーチームの2人チームなんですけど、はい、今日初めて2人とも会ったんですよね。なんかこう両者のさ、なんかこうファースト印象みたいなさ、はい、あのね、僕からじゃあ男の僕から言いますか、うんうん、髪がすごい綺麗。え、ニーナさん髪の毛、はい、それだけ。あとはで、あとスタイルもやっぱすごい。いや、あとはあとはもういいです。どうでもいいの、それってなるからもう言わないで、あ、ディーナさんどうですか、ジューシーの印象は。あ、ちっちゃいなと思った。あ身長がね、おー、早い、お早い早い早いな。こっちじゃないだろう、そろそろこっちだろう。あー、またまた、レギュラー、レギュラーレギュラーです。10ポイントということでね、ありがとうございます。早かったねえ。のぞみさんって誰？誰だ。あ、のぞみ、のぞみっていうのはね、ジューシーの本名です。やだ、出たんか。絶対本名とか知られたくない。や、多分ね、ツイキャスに出た。僕これ本名ですけどね。やはりニーナさんはジューシーとは違うなって言ってますね。いえいえ、サンダルの最高セリフ。おー、今俺かと思った。なんかすごい、こないだよりも音が大きいような気がする。あ、それ気づきました。お、怖い今日。まさか、おい、ニュート今日はでかくしてるんですよ。おお、でかくしている。やっぱりね、機械の音とあそこはでかい方がいいですかね。いや、大きいの嫌だ。おお、来ましたね。これさあ、どっちが大きいのかな。大きいの嫌だ。さあ、どっちが大きいの引いたかな。ニーナさんはバケツ。寿司君、大きいの確定。大きいの確定。ちっちゃいの確定します。イエーイ、ありがとうございます。キャッチャドリーム。はい、キャッチャドリームということで、2人とも仲良しなのこれ。2人とも今ので両者11ポイント。並んどる。なんかすげえ接戦じゃん。だいぶハイペースですね。仲いいですね。だからさ、俺と寿司君とニーナさん3人で仲良くしようよ。そうそう、わかんねえの。俺とこ行ったよ、それダウニー。あー、ごめんごめん。ダウニー、昨日の夜忘れたんか俺。やっと目覚めたな。いや、目覚めとるから俺。さっきから突っ込む言葉何回も言ってた。探りさ。さあさあ、はい、アルコール抜けてないんですか。いや、あの、僕ね、アルコール入ってても入ってなくても変わんない。あ、おー、はい、えー、あ、ビッグっぽい。あ、そうでもないかな。いや、どっちもあるね、これ。本当ですか。あ、でもこれちょっと待って、何、外れちゃう、それ。なんでやねん。おい、おいいね。おー、ビッグボーナスゲットしました。いいよ、いいよ。33ゲームか。素晴らしい。いいね。順調っすね。いいね。34ゲームビッグボーナスです。はい、ということで14対11、14ポイントです。ニーナさん、ありがとうございます。ニーナさん、できれば毎回箱をね、詰めてほしいね。いやです、うん、これボーナスショットっすね。そうですね。やだやだ。ました。え、もうちょっと見てたら私の消してください。え、ちょっと僕それ分かんないね。ムービー撮られてたの、女の子にずっと。ムービー撮られてた。危ない世の中ですね。分かったんだよ。それはちょっと僕分かんない話なんで。ちょっと分かんないですね。じゃあダウニーさんサイドの話なんで。いや、ダウニーさん横いたけど何も助けてくれなかったから、あ、この人ってこういう人なんだって思います。あー、えぐい、えぐい、えぐい。すいません、ちょっとコメント読みます。はい。まずはちょっとプツプツしちゃうけど。おっと、これす、おー、おっと、いいね。また来たんじゃない。これはでも、やめろ。おー、でもキャッチャドリー。今14対12ですね。14対10。おー、そうっすね。おー、早い。今当たったのがジャンバリドットでメインセガルズニーナです。はい、ありがとうございます。当たりました、マジガンガン当たるな。ちょ、ニーナさん今日調子いいね。やべえやべえ、いいね。やべえやべえ、マジで今日調子いい。どうした、離される離される。これダウニーさんじゃないからかな。あら、すごいね。あれですか、あんまりディスリ系のコメント来てないですか。全然読んでいただいても大丈夫ですよ。あ、今読みますよ。ジューシーさんちゃんと見てくれてるんで。あのね、寿司くん読んでくれても大丈夫っていうか、寿司くん大丈夫でも僕らは大丈夫じゃないですか。そこは僕らのさじ加減でやってるんで。あ、なるほど。寿司くんは多分ね、無敵やと思うんですけど。ニーナさん、好きな男性のタイプは、はい、長話でお願いします。あ、長話ですか。お、あるある。星野源。星野源さん、星野源さんが超好きで、 あのドラマ。え、誰、やばい、もうやばい。え、歌手じゃないんすか。いや、あのドラマにも出てるんですけど、ああいう人がなんか最近好みなんです。あと玉山哲司さん。ああ、まあそれはね、硬いな、が好きです。なるほど。あと、はい、
スロットする人が好きですね。スロットとパチンコが好きな人がいて、あ、同じ趣味の人ってことですね。そう、一緒に打ちに行ったりしたいですね。あ、なるほどね。なんか好きな他のライターとか、お、当たりました。おー、また当たったし、やるやば。違う違う違う、レギュラーレギュラーです。あ、星野源さんって、はい、え、ガッキー の一緒に住んでる人なんですか。あ、そうですそうです。しかもマルチで、なんかいろんなことやってますもんね。可愛い人がいいです。お、澤さん、新しいスロガルどうですかと。新しいスロガル、これは気になりますよ、はい、え、新しい何ですか。スロットのガロですね。あ、ガロいいっすね。てか早くないですか。あれね、はい、もうはっきり言っていいですか。いいんじゃないですか、別に。あれ、あ、ダメ、ダメかもしれない。前回はユニバーサンですよね。あ、そう。おっと、当たった。よしよし、レギュラーかな。マジか、欲しがりレギュラーですね、これ。あ、1ポイント、しくじった。1ポイント、オッケー、13ポイント。はい、ジューシーダンスは電源オフしたらいけないよ。なんすか、すみません、失礼しました。電源オフしないんでねって今寝てたでしょ。いや、もうガンガン多いやから。だって俺がそんなへっぱれるあれあります、昨日からの流れで。そうだよね、ブリブリやから俺。はい、ブリブリ。おーしゃー、俺じゃなかった。びっくりした、これ。今なんかすごい遅くてびっくりした。よかったっすね。チェリーの同一当選とか。そうですね、はい、そうです。大きい方じゃないですか、これは。わかんないけど、大きい方かな。やべえな、これやべえぞ。やめろやめろ。大きい方、ありがとう。ニーナさん、最高。いいね、いいね。ありがとうございます。ちょっとトップテンさん、めっちゃいい感じになってきたんじゃん、これ。でも今日一番ハマりました。242回転。なるほど。今、我々どっちもハマり240。ニーナさん21ポイント、寿司くん13ポイントでございます。いいね、いいね。そんな離れてる ?10 ポイント差っすよ、これ。あ、はい。ハラハラ大好きな俺から言わすと、はい、最高マタドール。あ、全然違うもん、だってハラハラと。はいはいはい。配列一つでも全然違うじゃないですか。そうですね。やっぱ左リールのちょっとゴツめの手目があったりとか、はい、中リールに二角目があったりとか。あ、ありがとうございます。当たった。っていうところでね、誰だろう。やっぱこの台最高なんですよ。勝ったでーす。ありがとうございます。いいよ。ジューシーさん、PPAP お願いします。I have a pen.I have apple. Apple pen. なんで二人で最後買っちゃうの。あの一つマイク切ってもらっていいですか。PPAP。 私のも切っといてもらっていいですか。あ、すいません。あ、すいません、ね、だから俺あんまりそういうこと言ったら俺マタドール打ち始めるから。マタドールを14台も入れているのに高稼働を維持している、いい意味でイカれているお店の名前は。多いですよ。はい、どうぞ。多いという時は東出身です。よろしくお願いします。ありがとうございます。マタドールのびっくりしない方法を教えてください。無理っすね、シーンでやらん限りは。あ、まあシーンにすればいいだけの話。そうっすね、ですね、実際ね。びっくりします。でもこれって例えば、はい、おー、びっくりした。いいね。ホールテイさんにお願いして、はい、なんかボリュームもうちょい上げて下げてってできないんですか。できますよ。できますよね、はい、あ、できるんですか。できますよ。バケです、キャッチトリー。はい、オッケー。17ポイント。いや、なんかたまにふと座って、はい、やたら音ちっちゃい台とかあるじゃないですか。はい、あれとか頼んだら上げてくれますもんね。上げてくれますね。あれもオッケーなんですよね。そうですね。そうなんだ。はい、澤さん、ジューシーさん、漢字一文字で表すと何でしょうか。あのね、かゆいっていう字ですね、一文字なら。俺が聞かれたの、これ、うん、かゆいっていう字。何の話。ダウニーさんを漢字一文字で僕は表すとるでしょ。はい、かゆいですね。あ、俺がジューシーを一言だ、ごめんね。そう、あ、俺が一文字ね、はいはいはい。めんどくさいの面ですね。わかりづらいわ。フラって呼んでまうわ、それ。わかりづらいわ。あ、ジューシーって誰だよ。ありがとう。おー、寿司くんいいよ、上がってきたね。いいっすね。おー、ジャッジドリーミー。今のところですね、超いい接戦。寿司くん20ポイント。お、ニーナさん21ポイント。接戦やないか。めっちゃいい試合や。いいっすね、すげえ殴り合いじゃないですか。ですね、あ、マタドールの告知とマドマギ2の告知が心臓に悪いよ。え、そうなの。マドマギ2ってそんなに。そうですかね。うう、油断しちゃうからね。あ、まあ油断してるとね、入れ掛けは大きいですからね、はい、いい感じです、今止まっております。あ、お、
久しぶりすぎてびっくりしちゃった。背筋伸びた、すごい。253です。あ、でも今日一番ハマってます。さあどっちだ。あ、レギュラー。まあでも合算良くてこの調子だとね、いい感じですから。全然そうですね。いや、めちゃめちゃいいっすね。ねえ、だってグラフ上にしか行ってない。そうですね。え、実際には大いにいる時の梅がかかってるのですよ。いや、任せてくださいよ。はい、きっちりリリーフしますから。そうですよね。勝敗はどんな感じですか。今のポイント数はどんな感じですか。今のところは、一応39ポイントくらい差がついてたんですね、もともと。で、今のところ、はい、辻君が20ポイント、はい、で、ニーナさんが22ポイントという形ですね。ジュシーさんで、全国に不倫相手がいるとき、あ、ごめんなさい、これダメなんですね。おるわけないでしょ。おるわけがない。いや、別にいいじゃん、いないでいいじゃん。あ、当たったよ。いいですね。いましたね。ごめんなさい、ちょっと読んじゃいけないコメント読んじゃいました。読んじゃいけないコメントとかないっしょ。イエーイ、ゲットトリー。 OK、 ということで21ポイントサワー&ジューシーの加減が楽しすぎてメインのソロが全く頭に入ってこない。ありがとうございます。あ、まあ確かにね、こっち画面切っていいんじゃない。あ、ありがとうございます。切んない切んない切んない、そっちメインですよ。あ、ありがとうございます。おおおお、久々かな。ちょっと久々やね。なんか久々っすね。225ゲームです。さあどうかな。ニーナさんビッグがいいな、これ。もうほんと大きいのがいい。あ、お、ちょっと久しぶりに旗をね。大きいの、大きいのください。あ、すごい大きいの来た。ちょっとニーナさん、今日乗っ取るっすね、ニーナさん。今日調子いい。お酒の場の武勇伝を教えてほしいと。お、なんかニーナさんあります、お酒の場の武勇伝。武勇伝、なんか新宿で飲んでて、新宿の小松のお家で飲んでて、はいはい、で気がついたら、ええ、ビルとビルの間に挟まっちゃって、はい、ええ、はい、抜けなくなります。ビルとビルの間に挟まったんですか。はい、すごい。そんなことってあるんですか。どんだけー。そんなことありますよ。すごい。どういうこと。え、なんか細いところにこう 入って寝てて、多分入った時にこう横向いて、危ない、ここが。へぇ、あ、で抜けられなくなっちゃったんですか。抜けなくなりました。今のポイントどれくらい。ありがとうございます。一応ね、コメ、画面に書いてあるんですけど、と思うんですけども、辻君が21ポイント、ニーナさんが25ポイントとなっております。なかなか。おー、おー、来た、言うことは来たよ。いいですね。あー、やっぱレギュラーがついてる。レギュラーでもニーナさん、レギュラーでも勝ってますから。はい、レギュラー多いっすね。多いですよね。すげー。タイガーマスクの秘密に迫った店長の無敵ゾーンに対する解釈の説明お願いします。やめて、そういうふり。僕はあの日あれして寝ましたから、速攻でウィークリーダウニーでね、はいはい、そこに差し迫ったんですよ、でダウニーさんが、実際に右打ちを実践してお紐解いたわけですよ。はいはいはい。僕はその時もう寝てました。すいません、申し訳ないです。申し訳ないです。ジューシーさん、はい、一押しの台ってありますか。最近で、はいはいはい、マタドール2一択。マタドール2一択。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろね、やっぱり大人の事情でそう言ったんでしょうかね。フランキーセレブレーション2択。あ、2択。おー、気持ちいい。あるで、はい、いいよ。あるで。さあ、引き半、ここで近づけるか。あ、レギュラー。なるほどね。キャッチドリーム。 OK。 ということで、辻君22ポイント、ニーナさんが26ポイントということですね。はい、ニーナさん何ポイントですか。26です。あ、6。ありがとうございます。まあまあ離れてます。あと4ポイント差です。はい、すみません、いただきます。あ、母さんのお金です。噂のタイガー、タイガーコーヒー。あ、ありがとうございます。スマトラタイガー。いただきます。はい、大丈夫ですか。どうしたんですか。いやいや、今コメントくれとかと思ったらただ飲んで終わったんです。すみません。いや、甘くてすごい美味しいですね。美味しいです。一応大人だから分かるよな、それ。なんか、うん、甘さ褒めたよ。普段飲まないんですよ。甘さ褒めたよ、うん、カフェオレバッタなんですけど。そう、甘さ砂糖やから。あ、でもね、いや、あまりの美味しさにちょっと言葉を失いましたね。へ、はい、あの、飲みやすいです、苦くなくて。あ、ありがとうございます。美味しい。はい、今隣の方がフリーズしてました。あ、本当ですか。
ああやってフリーズするんですね。え、フリーズ、うん、でもね、あの横の人がフリーズしたその絵を見て2人ともフリーズしてましたね。はい、いや完全にフリーズしました、ね、それ見たかったな俺。どんな見たことあります？ある。どんなの？すごい、なんかブルブルしてました。ブル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 やるやつ。ちょっとファンの人来たんでちょっと抜けます。え、それって、はい、あ、関西のダメージまだ決まってないんです、ごめんなさい。ジューシーさん、もし打ちたいんであれば、はい、あの皆さんからもコメント来てますから、はい、タイガーマスクの、はい、やっぱり右打ちをもう一回全力でね、ここでこのお店でしっかり試すと。そう、しっかり試すと実際自分のお金使って、はいはいはい、こう右打ち全開、いきなりフルスロットル、はい、やってみてほしいですよね、男だったらやっぱりね。全くそんな熱も何もないし、タイガーマスクに思い入れもないんで申し訳ないんですけど。はいはい、すいません。でもやっぱりパチンコの記事書くじゃないですか。はい、書きますね。やっぱりちょっと知識がね乏しいと思うんですよ。そうですね、ちょっと僕は乏しいとかありますね。ちょっと今の状態だとライターっていうのはちょっと、うん、そうですね、確かに確かに、そう、うん、確かにね、それは言えとるかも分かんないですね。じゃあ後ほどね、そういうこともあるかもしれないってことでいいですか。お、あった、あった、久しぶりに。お、お、いいですね、ビッカグですね、おめでとうございます。ガッチャドリーム。あー、これは2位だ。なんと1ポイント差。マジ25ポイントから26ポイント。あ、ありがとうございます。皆さんお昼食べないの食べますよ。みんなね、順番に行きます。伊達さんが、ジューシーさんが入ってきたらちょっとじゅんぐりじゅんぐりやってみたいなっていうのがありますよね。あ、ニーナさん戻りましたね。今その間に密かに僕ビッグ引きましたよ。そうなんです、引けましたよ。今、寿司君が25ポイント、はい、ニーナさんが26ポイントと。はい、めちゃめちゃ競ってますね。いい勝負だね。ちなみにですね、ええ、そろそろ食事の方にお二人、はい、あのどっちか先に行ってもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけど。どうされます？あ、お先どうぞ。本当ですか？はい、じゃあ、あ、やっぱ先行こうかな。あ、じゃあニーナさん先行きます。ええ、はい、じゃあね、ちょっと皆さん、ニーナさんが最初にちょっと昼休憩入りますんで、よろしくお願いします。そうですね、皆さんもじゃあ休憩してください。はい、ちょっと画面が映えなくなりますからね。そうですね、1時を過ぎました。ジューシーさん、そろそろ例のあれよろしくお願いします。自分あれ面白くて大好きなんですよ。本当に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 ライオンだ、1時サファリパーク。ありがとうございます。いいっすね。ちょっと静かにしてもらっていいですか。はい、すいません。いいっすね。じゃあ一旦我々も昼休憩行って、はい、ごはんさんにちょっと米読みをお願いして、まあ、そうしましょう。寿司君とごはんさんというね、はい、一緒のコラボでやっていただいて、はい、戻ってきたらまたコアな話しましょうということで。そうですね、よろしくお願いします。ちょっと行ってきます。行ってきます。バイバイ。なんかいいところのお話で何にも知らないね、こう米嫁がやってくるっていうね、あのひどい展開になってしまいましたけども、まあ、すぐ戻ってまいりますんで、仲良くやりましょうよ。それはもちろんですよ。お、来た。おー、お待ちかね。これあるんじゃないですか。おー、キャッツリー、ビッグですね。ビッグ3ポイント。危ないですね、持ち玉あと10枚ぐらいでしたよ。いやでも欲しい時にこう当たりが来るっていうのは危ないです、非常にいい流れですね。今何ゲームですか。今、はい、今ビッグ5 144ゲームですね。で総回転が2100ゲームジャスト。なるほど。おお、おお、さすがですね。これでもなんかバケっぽくないですか。そんな気がしますね。バケっぽくないですか。ほんのにそんな気はしますけど。いやだな。はい、おー、キャッチャドリーバケです。いやでも感覚はいいですね。いいですね。はい、ダウニーまた旅に出てるの、朝キャスで歌ってるの見かけたけど、僕昨日の見てないんですよね。またね、楽しかったんですかね。僕もガンガン寝てましたね。あー、出玉が切れた。あー、ついにこのお時間がくそー、来ちゃいましたね。ちょっと悔しいですね、この流れ。今何時ですか。まもなく2時、2時サファリパークですね。2時サファリパーク、はい、13時55分。目押しいらずの高設定
率が高いです。なお設定6の機械割りは 103% の模様と。おお、びっくりした。はい、おめでとうございます。さあこちらはよいしょ。あ、待って、お化けです。ガチャドリー。いや、いいですね。でも寿司さんへの質問ですかね。はいはいはい。お給料はいいですかっていう。あ、お給料、お給料はどうなんでしょうね。そしてみんな姫さんが帰ってきましたね。なんで、あ、ちょっとワンビック欲しかった間に。いやー厳しいっすね。じゃあお二人がお帰りいただいたところで、あ、すいません、お待たせしました。コメントも追いつきましたね。じゃあさあ皆さんが帰ってこられましたね。戻りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと、あれ、出玉がなくなりましたね。え、いやびっくり、出玉なくなった。いや、こっちがびっくりっすよ。おい、本当になんか出てんのかなと思って。これあれだな、逆転超ボタンだな。なかなかね。全部飲まれたの。全部飲まれましたよ。なかなかの粒感になってましたよ。ただいまです。あ、おかえりニーナ様。ニーナさんおかえり。ただいまです。いや、のんびりやってたんですけどね。のんびりやり、やり、おー、違う違う、おかえり一発。あ、あ、来たよニーナさん。これはプレミアム。待って、やべ、いきなり追いつかれたかも。ヒーハーですよね。いきなり逆転です。え、いや、追いつきじゃないですか。いや、プレミアなんで。プレミアです。あ、そっかそっか、5ポイントか。はい、まだ当たりないですか。あ、30対31。やべえな。やはりニーナさんはジューシーと違うな。違いますね、持ってますね。 おい、いいよ、飯食うな、飯食うな。飯食うなって。君たちはなんだ、ブラック企業者か。そうだよ。あー、追いついた。イエーイ、ガチャドリン負けです。いいよいいよ、追いつけばいいよ。どうですか、ジュンジュンさん。はい、後半戦に入りましたよ。つしくん、何か太る方法を教えてあげるから、今ご飯我慢しようということで。おー、そう、何か太る方法。はい、あー、早い早い。やべえやべえ、これやばいって。ニーナさん、行くね。行くね。行くよ。はい、カロリーメイトがウィダインゼリー買ってきてもらって乗り切っていただこうと。あ、大丈夫です、何も食わなくても。待て待て待て、人間だぞこっちも。大丈夫大丈夫、つしくん生きてるから大丈夫だよ。中心さん、結局ゲロリア、はい、ゲロリアル、あ、バーストだった。してないですよ。バーストしてないですね。大丈夫ですね。もうつしくん、これビッグで逆転だ。あいやー、やっちゃったりー。32対32という。いや、でも寝ないでやれるってすごいっすね。いや、寝る人なんかナイス、マタドール見とったら。焼肉男頑張れ、ありがとうございます。保護者の底なし君はいるの。お、まだ来てないかな。はい、底なし君来てないよね。あ、寿司君聞こえてないんだ、ごめん、分かった。はい、せーの、おー、ビッグボーナスということで、寿司君がなんとここで逆転、逆転、35ポイント。ジューシーの犯罪歴教えてくれと。貴様今まで何してきたの。じゃあまあツイキャスで言うので。ツイキャスで言うんだね。僕のツイキャスをチェックしておいてください。いや、いいですね。はい、ツイキャスで言うのもここで言うのもあんま変わんない。いや、変わります。ツイキャスで言うのはあくまで俺の責任になるんで。ああ、なるほど、ね、ここで言うのは僕の責任だけじゃ収まらなくなるんで。そうですよね。はい。ニーナさん、ね、頑張ってますか。頑張ってます。ありがとうございます。今日一番のハマりを今食らっています。今何回転ですか。295です。まあね、まだね。そうですね、全然全然合算100。あ、102分の1。おお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 お、中断。寿司君ある、それ1枚だけにして。もうそれ、あ、そうか、1枚。これもプレミアフラグだから。はい、はい、ドン。プレミアフラグ、これプレミアム扱いにしてます。はい、ドン。大丈夫、リプレイ。おお、あ、こっちも来ました。いけ、寿司君、その子もドン。まだまだ子役、子役。え、あれ、変速押しっすか。あ、今中押ししました。なんだよ。あ、それダメですから。なんだ、見てなかった。僕あ、なんだ、びっくりした。っていうことで、ニーナさんおめでとう。1ポイント。何し、なんだ。でも小さい方で。小さい方ですね。はい、おい、そこの、そこの大学生ダメだよ。ちょっとね、大学生ちゃうわ。マジですよ。大学生ちゃうわ、もう。あー、ジューシーさん、暗転。暗転っすね。おー、おー、いいね。暗転は今、どなたかが打ってくれましたね。あ、もうちょい深く来たか。オーケー、ガッチャドリー、ガッチャドリー。
やばい。さあ、寿司くん、飯食わないのがいい感じになってきております。飯食おう、もうこれで。いや、食わねえ待って待って待って、38ポイント次プレミアムビッグを引いて、ね、はい、俺は飯を食うんだ。あー、いいね、やっぱトップ目指す男は違うなってことでね。いや、やっぱ澤さんの右腕ですから。さすがですね、あれ右で右足ですよ。あれ右足屋台骨ですか。はい、あ、おお、ここで負けじとニーナさん、すいませんすいません、はい、はい、お、さあどっちだ。さあどっちですか、これは。レギュラー。よし、あー、レギュラー来るね。本当にレギュラーが多いですね。でもちっちゃいのが好きだからね。そうですね、はい、あれ仕方ない、大きいのが好きって言ってなかったっけ今日中心戦が勝った場合、ご褒美は、 おいいですね、ご褒美はハグです。あ、ヒーハー言ってますよ。言ってます、ヒーハーって言ってます。いいよ、押して。よいしょい、キャッチャトリー。はーい、ってことは、つしく5ポイントイエーイ。飯だ飯、ほんとだ、流言実行。ニーナさん質問来ました。はい、ニーナさんの名前は鉄拳シリーズのニーナ・ウィリアムズからですか。おお。え、どういうことですか。渋いな。要は鉄拳のキャラクターのニーナっていうのか。ああ、じゃないです。社長が考えていろんな名前を提案してくれて、会議で決まった名前です。ああ、そうなんですね。はい、ジューシーさんの、はい、名前はどうやって決まったんですか。あの、脇汗まんじゅうから、はい、ああ、なるほど。脇汗がすごいからまんじゅうって言ったんだけど、ちょっと名前が下品すぎるからということで、はい、一応ジューシーになりました。あ、なるほど、はい、それもやっぱり一応会議で決まったんですか。いや、まあ会議ってほどでもないですね。あ、なるほど、はい、ジューシーさん、はい、どうですか、大丈夫ですか。なんかもう行きそうな顔しますけど、大丈夫ですか。え、どこがですか、僕大丈夫ですかいやいやいや、今もうこのニーナさんの左のマタドールガンミ、ここね、ブル、はいはいはい、レフトブルガンミ、おい、それ、ね、寝るやつやん。しどらそういうこと。痛かったんよ、俺もこの瞬間。だからガンミっすよ。そういうことか。今こそ来るって感じで。あ、やったー、ほら、ビッグ。いや、さすがですね。ありがとうございます。ニーナさん、うずうずしてると思うんで、はい、全然我慢しないでキャッチザドリーム言ってもらって大丈夫ですからね。わかりました、キャッチザドリーム。ありがとうございます。じゃあ今ある機種でニーナさんが一番機種は何ですか。一番の機種ですか。一番好きな機種。マタドール2です。ありがとうございます。なんかあります、ね、じゃあ、あとほらジューシーさん、せっかくなんで今日。いや、そうやな、でも聞きたいことを、やっぱりニーナさんって、はい、ちょっとなんていうんですか、はい、お付き合いしてた人、はい、まあ、どんな方ですか。ビジュアル的なところは池内あの見た目ひろゆきに似てました。池内さん、池内ひろゆきっていう芸能人に似てました。おお、すごい、当たりましたよ、ね、おー、はい、あ、間違えた、誰か分かんない。え、なんかちょっと男らしい人です。あ、そうなんすか、はい、あの GT を出てた人ですか。あ、そうです、そうです、あ、はいはい、あの彼ね、はい、に似てました。会社経営されてる方。じゃあ澤さんのジューシーさん好きなコスプレ、そうして俺ジューシーにコスプレさせるならやっぱりね、はい、まあ一択ですね、はい、次元次元どういうこと。え、ちょっと次元でね、やっぱ女の子苦手じゃん。ジューシーほら、はい、女性苦手って言ってたじゃん。はい、おめでとうございます。いいじゃない。次元、うん、女性苦手だから。次元って女性苦手なんすか。あ、レギュラーでーす。はい、あ、ごめんなさい、次元じゃねえ、ゴエモンだ。ゴエモンね、シャイな感じ。そう、あ、ごめんごめん。じゃあ何やります、ニーナさん当たるまで。はい、そうです。いや、なんか逆に、はい、ちょっと申し訳ないけど、はい、2人から俺に質問してよ、ダウニーさんに。うん、結婚願望ありますか。いやー、あーもう終わりましたね。いいね、チェスチェかな、もしかしたら、はい、そうです、チェスチェ分からんけど、であんま見なくないですか、このゲーム。ないね、チェスチェって、うん、なんか見慣れやん、ワンチャン。大丈夫、今日のニーナさんはレギュラーやで。ほんまか。さあ、どうやろう。イエーイ、ビッグボーナス。ビッグだ よ、 大きい方だよ、大きい方あ、地方に行った時に食べたものだよ、超美味しかったものってありますか、二人とも。名古屋行った時の味噌煮込みうどんが好きです。山本屋っていうところの味噌煮込みうどんが好きです。山本屋の味噌煮込みうどんが好きで、結構食べます。ジューシーさん、はいはい、ね、ちょっとパッて思い浮かばないんですけど、美味しいのは、はい、逆にがっかりしたの。ああ、そっちはあるんだ。期待しとったけどがっかりしたの、うん、ずっと食べたくて、うん、
徳島ラーメン、美味しくないの？美味しくない、どこで食べても美味しくない、マジで、ショック。何ベース？徳島ラーメンは、醤油？なんか豚肉入ってるんですよね。そうなんですよ。で、なんか生卵乗ってたりするようなパターン。なるほど、はい、でも、どこで食べても美味しくなかった、そのスープが、なんでちょっとがっかり。なるほど、がっかりパターン。やばい、ニーナさんに会うと綺麗にしとかないとっていうファンの方もいるんですけど、はい、まあ、そんなね、別に肌が汚いファンの方来ないでくださいってわけではないですからね。いや、そんなことないです、うん、それはそれ、それはお付き合いとかする、そうそうそう、あ、そうです、理想の男性の話、それ以上のね、うん、そう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 、だからみんな気にしないでね、まあ、ニーナさんを口説きたい方はヒントにして今の、はい、お、すげえ、はい、すげえ出目、いいね、綺麗な出目でしたね、はい、いよいよ、はい、おー、ビッグおめでとうございます。あ、ここで逆転でございます。いいっすね、45ポイント。はい、ニーナさん、カレー臭はダメですか？ダメです。食い気味やな。え、食い気味でしたね、今ね。まあでもカレー臭とかって抑えれるんじゃないんですか？わかんないですけど。全然抑えれますよ、ね、多分清潔にして。寝てる時の枕の匂いとかはまあ仕方ないとして。あ、そうっすよね。あ、そう、ニーナ様、はい、ごめんなさい、断捨離のコツを教えてほしいらしいです。お、もうためらわずに、もうときめくかときめかないか、そのものに。お、ときめかないのはもう容赦なくしてます、私は。あ、なるほど、それは判断を早めにしちゃえばいいですね。あ、もうすぐです。パン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 、持った時にときめくかときめかないかで。あ、いいですね。はい、で、ダンボールにいるもの、いらないものって分けて、もうポイ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 投げていきます。あ、いいですね。はい、はい、だって絶対ときめいて買ったものだから、ええ、あ、いや、来ましたね。はい、イエーイ、キャッチャーだりー。さあ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 、はい、ちょっとこれやばいっすね。いや、やばいっすよ、マジで。ニーナさん、はい、喫茶店すごい好きみたいですが、いつも何時間ぐらいいらっしゃるんですか？あ、でも全然長いこと入れます。あの、本持っていくんで、はい、休みの日とか本当に一日中予定がないときは本2冊ぐらい持ってって、ええ、あの、喫茶店でずっと過ごしてます。喫茶店とかカフェとかで過ごしてます。本っていうのはやっぱり小説とかですか？はい、そういう好きなんですね。ね、あの、グッとくる小説がすごい好きで。ああ、なるほど、はい、すごいな。最近のなんかおすすめとかありました？私が今までで一番好きなのは、中村文夫っていう人の恋愛中毒です。へえ。ああ、恋中ね。いやいや、初めて聞いたわ。あと眠れるラプンツェルとかが。へえ。それも同じ方？はい、はいはいはい。まあ、恋愛中毒は結構いいですね。はい、いい作品だと思います。はいはい。おい、ピローンって出したね。いただきました。マジか、レギュラー。やめろやめろ。おー、ビッグ、やべえやべえ。2箱目使わせていただきます。おー、すごい。3箱目か。寿司くん負けるで。これ今51ポイントニーナさん、はい、入れてました。もう入れました。まだまだ、はい、入れてない。おー、きた、きた。ヒーハーしろ、ヒーハーしろ。あー、おー、よし、やっちゃったりー。4651。あ、4651。これやべえな、はい、プレミアをちょっと引いていかないとね。えジャンバリさんのチャンネルもあるけど追い出されちゃうし。お、なあ、あ、そういう時はぜひプレミアム会員になった方がいいんじゃないですか？そうですね、あれでも実際タイムシフトとかも見れるわけじゃないですか、はい、あのプレミアムになると、はい、あれで月500円っていうと逆に安いと思うんですけどね、まあ、よく見られる方は全然ね、ですよね、もう安いですよね、はい、なかなかやっぱりそのタイムリーに見れないとかっていうのは結構あるんで。そうっすね、おお、すごい。第3停止話した時ですね。飛びこぼしではないですかね？いや、光ったんでこぼしじゃないってことですね。あ、スイカの同時当選はない。スイカの同時当選はおそらくない。あ、なるほど、と思われます。イエーイ、ありがとうございます。おめでとうございます。本当にビッグに偏ってくれた。はい、この番組のおかげで、はい、なんかこれ楽しく思えました。ですよね。僕もそうですね。でも明日実践あるんですよね。はい、明日何打ちたいですか？誰今聞いてんの？でもね、やっぱりあんまり置いてないんで、ぶっちゃけた話。そうなんですよね。そもそも30杯の設備があって、はい、
もう ほとんど置いてないんで、そうなんですよ、なかなかね、打てる機会が少ない。だから、打ちたくなったら、大井ニュー東京に来るしかないってことなんですよね。こんだけの台数設置してるのは、ほんと少ないですよ。あ、コメント B は大丈夫ですよ。おー、あら、うわー、すっげえ。いや、寿司君、あー、言わない。今のはビッグだな。いや、レギュラー強い。ビッグだよ。これ、レギュラー強いっていうか、今まで左側から、ビッグが一度もない。ダウニーさんとこがやってて、ダウニーさんとニーナさんが対決したやつの中で、あ、はいはいはい、左下段バーからビッグがまだ一度もない。あ、今のパターン、はい、さすが。あ、やべ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 で赤ー赤ー箱取ってきます。やべーやばいよ、やべー、ニーナさんがこれで57ポイント、はい、寿司くん47ポイント。あれれれれれれ。さあ、10ポイント差ですよ。ね、あと30ポイント差をつければニーナさん勝ちです。頑張ります。どころかジャンバリチームの勝ちと。はい、頑張ります。総合優勝はさせねえぞ。いやでもさ、俺らダウニーチームも、はっきり言いますよ。はい、ジャンバります。秘宝ですね。大井ニュー東京ジャンバリマスを商標登録申請。あ、やばい、あ、やべえやべえ。これね、まだビッグがないんですね。え、左下下段バーからでまだビッグを確認してない。あ、ビッグない。多分確認してない。一度やめろやめろ。ビッグっぽい目ですけどね。やめろやめろやめろ。あ、間違えました。やめろやめろ。バック縛りってビッグ確認になっちゃうんで。なるほど。あ、そっかそっか。おー、危ない危ない。絶対もないですよ。危ない。なるほど。致命を取り留めた。やっぱでも、中心さん、やっぱ見るところがやっぱりこうライターっぽいですね。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあもっともっと僕はこれからも、そういった路線で頑張ります。いいねやばいやばい。大井川はね、我々はね、寿司くん、はい、ジャンバリチームを、はい、ノックダウンにします。滑っとるやないかい。あ、左の人の人差し指押しが面白い。おお、その人差し指押しが決まった。褒めた途端。確かビッグやで。おい、おい、え、これ今プレミアじゃないですか。違います。なんでや。ビタ押しです。はい、すいませんでした。オッケー、キャッチアドリー、キャッチアドリー。ラストね、もう1時間切ってるんで、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。いいですね。いや、ほんと頑張っていかんと。いや、ね、ここ大事、ここ大事、ここ大事よ。パネフラも OK、 いいですよ。おい、おいいね、寿司くん、いけいけいけ。そうか、何か出るね。いけいけ、いったれ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 。おお、キャッチアドリー。大丈夫大丈夫、いいよ。まあ大事大事、大事大事。5ゲームくらいですかね。はい、大事大事。いいっすね。51対58。あ、いいっすね、いいっすね。さあ、1ゲームチャンス。あ、もう1回だ。いいよ、その気合。あ、ジュシュさん、折りマイクお願いしますと。いや、すいません、できないです、さすがに。はい、ちょっとね、ようやらんっすね。なんやのん。それがいいですね。なんやのん。そういうね、マイクできるできないじゃなくて、振られたらやるかやんないかだから、はい、男なんだからやるかやんないかだから、ね、ライターだったらさ、依頼されたもの書くか書かないか、じゃあ書かないときは勉強しておきます。次会うまでに頑張ります。使い方ええな、はい、いや今の、今ええや、今の褒めてくれんねや。おー、頑張った頑張った。いいぜ、キャッチャードリームやで。これビッグ確定や。だいぶ近づく。あ、そうなんすか。まあ見てりゃ分かるで。なあ、レギュラーや。キャッチャードリーム。はい、キャッチャードリーム、レギュラー。マジか、ちょっとまずいよ、まずいよ。いやでも52ポイントやろ。ええ、いや、いいポイントだよ。意外と頑張ってますね。で、これ頑張ってますね。当日万が一、同点なんてことが起こると、大変なことが起きます。あるね。まさかの同点なんてことが起こった日には、ゴールデンゴール方式だな。いえ、延長4時間4時間、やめろやめろ。
フィードになってますので、これさ、はい、ないと思ってるから言ってるでしょ絶対やるからね。じゃあ男が一度口に出したこと引っ込めるなんてことはしないよね。どう相談、俺はいいっすよ、俺はやりたい、マジジャンバリしょぼ、俺はやりたい、俺は一度口に出したこと言われるって、お前ダウニーしゃべんねえな、なんだかんだ言ってよ。俺はやるよダウニーさん、うん、やるね、やる、同点になったら俺はやる。よし分かった、寿司くん、はい、同点にしよう、同点にしますか、うん、同点にしましょう。わおい、ナイス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 、チキショビックビックやめろ、あーしましょう、危ね、同点にしましょうか。この1ポイントはでかい、この1ポイントはでかい、いけるで、待て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 、ニーナさんも頑張ってって言ってますね、はい、頑張ります。ダウニーさんが一番好きなマタドルの確定演出は何ですか。そうですね、やっぱり左リール下段までバーが滑って、中段やっぱりリバリ、リバリね、リバリがやっぱ一番気持ちいいわな、あれは気持ちいいですね。ちょっと質問が安直すぎるんですけど読んでいいですか。はい、ジューシーさんは性格悪いですかこれは僕が聞けることじゃないね、ダウニーさんが聞かれてるんじゃないですか、おそらく。まあ正直言って、はい、俺は好きですけど、あ、やばいっすね、あー、これでかいな、レギュラーレギュラー、スイカから、スイカの次のゲームで、あー、ちょっとそれはあるな、ボンって言いました今、あ、これ何ですかこのボンって音わけじゃないですか、ビッグ確定じゃないですよね、あ、ビッグ確定、ケーシオンボンはプレミアムではないじゃないと思います、あ、じゃないんですか。さあ残りが25分、はい、まずいな、これはちょっと寿司くんまずいな、ちょっときついな、なるで、あ、いやまだいける、俺ならいける、なるでそれいける、来い、うん、おー、いいね、おジェリー、素晴らしい、ここに来て暴れるか、マタちゃん、おお、あ、レギュラーですね、危ない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 、52対63、はい、きついな、今いただいたコメント、はい、さっきからニーナさん当ててます、はい、着々とジューシーさんの罰ゲームに向かってますんでイエーイ、どういうことなんですかねこれは。確かに楽しみだわそれは、いやそれは見たいっすね、おっ、きた、いけ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 、うわ、待て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 、オッケー、危ねえ、キャッチャー取り、急げ急げ、ワンチャンあるよ、ワンチャンある、ワンチャンあるよ、ワンチャンある、急げ急げ、オラに力を上げてくれ、はい、やべ、結構ビックする、あっとニーナさんに来ましたね、はい、待って待って待って、これだけつけてもらう、負けでしょ、やったー、これはちょっととどめか、66、マジでこれはきつい、5ゲームぐらいでね、ビッグ5発ぐらいいけば、あー大事大事、パパパパンと、パパパパンとビッグ、なくはない、なくはない、ワンチャン割と出てる、出ておると、 ね、 ね、出てますね、いやいい感じっすよ、いい感じや、我々の代も含めて全般的に、なんか確かラジオの放送とかで、はいはい、あー、びっくりした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 今もう、マジかよ、そっちの台じゃないんだな、びっくりしたそっちの台じゃないんだな、ダメ押しか、これは決まった、そっちの台じゃないんだな、ダメ押し、いやでも新田さんさすがですね、すごい、いや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 、ポイントが69ポイントありがとうございます、これはさすがに決まっちゃったかな今日の勝利は、ね、いやいやいやさせねえよまだまだあと9分ですね、はい、いややっぱり、はい、おおおレギュラー入りガチャドリーム飛び込んだ、いややっぱりあのアメリカ大統領の選挙みたいに、はい、スター上げてみないと分かんないじゃないですか、はい、そうですね、ジューシーさんはこれから何を打つんですか、もう今日はねこれ終わったら大阪に戻ります。はい。ね残り5分になりましたね。はい。残り5分。オッケー。おお、ちゃうよ。あれこれもうプレミアでいいんじゃないの？なんで？ああ確かにプレミアっぽかったんですよね。なんでやねん。なんか言うわ。
そういうこと言うとやっぱりね、これレギュラーになっちゃうんだね。マジかー、キャッチャードリーム。またドールあるあるあった。ありました、やっとダウニーさんがこれビッグや言うたら大体レギュラー。ありがとうございます。これでポイントは57対69ですね。はい、はい、さあ残りが間もなく、はい、間もなくですね。いやー、はい、ついに終わりますよ。マジかー、あと1分、残り1分きた、残り1分、30秒前です。30秒、おお。あ、終わったらいきなり終わる系。いや、エンディングが今日はあるのでいきなりは終わらないです。20秒前です。はい、はい、15秒前。いやー、来ないかー。10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。両者よく頑張りました。じゃあこちらの方にね、はい、2人ともお疲れ様でした。最後にね、こちらの放送席に来ていただいて、はい、はい、エンディングを撮りたいと思います。じゃあ全4回戦全工程が終了しました。お疲れ様でした。ありがとう。いやー、みんなよく頑張ったんじゃないの。頑張りましたよ。頑張りました。めっちゃ頑張ったということで、はい、まあね、あの楽しかった戦いでもね、一応ね、勝敗が決まるというね、残酷なこともあるんですけどもね、はい、最後に発表させていただきたいと思います。はい、はい、それではまずですね、本日の結果からいきたいと思います。はい、改めまして、ダウニーサワーチーム57ポイント、イエーイ。そして、はい、チームジャンバリ、はい、69ポイントということで、本日はジャンバリチームあけということなんですが、はい、こちら全4回戦のトータルを競い合う戦いでしたので、一応トータルポイントも出ておりますので、はい、こちらで、はい、勝敗決めたいと思います。はい、まずはね、ジャンバリチーム243ポイント。おー、すげー、すごいですね。243、はい、すごい、これほとんどね、勝ったんちゃうん、これワンチャン、ね、ワンチャンある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 。ということで、最後に大井ニュー東京のね、ダウニー様チーム、はい、270ポイント、ということで我々の勝利、ありがとうございます。惜しかった、惜しかった。まあでもね、君たちよく頑張ったよ。いや、いい勝負でしたね。なんで上から目線、うん、いやいや、よくやったと思うよ、本当に、うん、はい、あのね、自信なくすことないからね、はい、君たちこれからもね、ジャンバリで頑張ってほしいよ。ジャンバリますよ、僕らは。なんかどうですか、じゃあジューシーさんの方からね、はい、全4回戦やってきたわけなんで、はい、なんか一言二言いただけます。いやね、しこたまこうマタドールっていう機種一つをずっと追っかけ回してきたわけですよ、はい、僕らは。はいはいはい、やっぱね、楽しい、楽しい、絶対楽しい、うん、でやっぱりどうにかちょっと少ないんで、なかなか見つけられないんですけれども、ぜひね、見つけた際は一回チャレンジしてほしい。はい、で分からなかったら僕らのね、また動画を見て、はい、勉強してチャレンジしてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、じゃあちょっと待ってください、寿司君から先行きましょうか。はい、あ、僕ですか。はい、いや、なんかこういう実践とか放送とか久しぶりで、で前もあの僕どっちかというとこう MC 側で、こうあんまスロット打ちながら喋ることってあんまなかったんですけど、はい、やっぱりやってみると結構楽しいです、ね。ああ、楽しかった、ありがとうございます。ということで、はい、ニーナさんいかがでしたか。はい、なんか今まで A タイプをあんまり打たなかったんですよ。はい、はい、でもなんかこう7時間を2回して A タイプの楽しさが分かりました。これは素晴らしい、いいですね、はい、A タイプの楽しさを覚えたということでね、はいはい、うん、ということで、じゃあ私どもね、はい、よろしくお願いします。まずはね、あの今日第4回戦までねやらせていただいたね、はい、まずジャンバリドット TV のね皆さんにね、はい、感謝を述べたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてね、あれ私としてはね、ダウニーさんチームで、勝利を収められたことに最高のねトータルハッピーを覚えましたよ、私はね。ありがとうございました、はい、本当にね。ということでね、はい、最後なんですけども、今日の勝利は一応ジャンバリチームという形になりますので、今日ニーナさんに応募してくれた方には、はい、勝った枚数分ですかね、はい、で、大井ニュー東京の景品をね、はい、応募してくれた方にプレゼント、いつも通りありますので、ぜひとも応募してくれた方お楽しみに、はい、当たったかどうかは商品をね、届いたら分かるようになっておりますね。よろしくお願いいたします。はい、ということでよろしいでしょうか。そうですね、はい、はい、ということで、ジューシーさん、ニーナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、
ジャンバリ VS ダウニーさんはニコ生食べ打ちバトル本日これにて終了、そして全4回工程、はい、終了となりまして、はい、またお会いできる日を楽しみにします。さよなら、ありがとうございました。